はい、どうも、石原です。今回の動画の内容はこちらです。絶対にありえない iPhone 14 の空張りリーク画像出た。iPhone 14 シリーズは新型 5G 搭載でバッテリー持ちアップ。iPhone からイヤーポッドと充電器配置された結果。以上の内容でお届けしたいと思いますので、どうぞ動画の最後までご視聴ください。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなんかの動画を定期的にアップしておりますので、ぜひ iPhone やガジェットなんかに興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、Twitter の方も僕やっておりますので、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。絶対にありえない iPhone 14の空張りリーク画像出たということで、これは Apple のリーカーであります。まあ、定期的にね、コンセプトリークとかいろんな Apple の情報を流してくれるマジンブーというツイッターアカウントがあるんですけども、この方が iPhone 14 Pro のコンセプトとして出した空張りのね、画像リークがあるのでご紹介します。はい、まずはこちら。はい、カメラ部分がフラットなのはご愛嬌ください。まあ、フラットになるか、出っ張るか、まだ分かってない。まあ、ただ、出っ張るとは思うんですよね。CAD データ。YouTube のコメントでも回路図じゃなくて CAD データだろってツッコミがあったんですが、CAD です。CAD のデータ、回路図のデータで CAD のデータでございます。申し訳ございませんでした。まあ、一応ね、翻訳していろいろリサーチする中で回路図とかやっぱ出てくるので、ちょっと回路図か CAD かっていう、ちょっとね、自分の中でもこう、整理がついてない状態でした。申し訳ございません。ということで、まあ、CAD データのレンダリングではないんですけども、今回 iPhone 14 Pro の空張りとしてこのコンセプトが出ております。むちゃむちゃ鮮やかすぎて絶対にありえないでしょうという空張りの緑グリーンになっております。はい、そして続きましてはブルー。いや、これはもうね、もうハワイアンブルーよりもめちゃめちゃ濃い、めちゃめちゃ鮮やかなんだけど、ここまで青いとさすがにちょっとね、カラフルすぎるというか派手すぎるというかおしゃれではないような感じがしますけど、これどうです？ハワイアンブルーみたいな感じでいいかな？悪いかな？どっちかな？僕的にはこうちょっと買わない感じ。なんか iPod とかだったらね、過去にあったですよね。なんか色鮮やかなピンクとか黄色とかあったと思うんです。iPod、シャッフルだったか iPod だったか。iPod Touch とかの空張りはね、こんなのあったんですけども、これはさすがにないですね。はい、続きましてこちら。これは割とありそう。パープルをちょっと鮮やかにした感じ。まあパープルの落ち着いた雰囲気を残しつつ、鮮やかにした感じがするんで、これはね、まあ、パープル。まあ、皆さんから見て、パープルに見えるか、ピンクに見えるかは差し置いて、まあ、パープルか、ピンクか。うん、これは割と、まあ、セーフな部分があります。はい、そしてこちらもゴールド。これもまだね、かっこいい。うん。いつもアップルが出してくるゴールドっていうのは、結構プレミアムな感じ。こう、高級感がぐっと高まってるので、ゴージャスではないじゃないですか。なんていうかな、こう、ギラギラさせてない。ものじゃないですか。でも今回のね、このコンセプト、まあ、絶対ありえないでしょうけども、このようなゴールド、皆さんどうですか？もうゴールドですよ。金ですよね、金。なんかいつものね、iPhone 13 Pro のゴールドもそうですけども、そんなにゴールドゴールドしてない、キンキンしてないじゃないですか。キンキンしてないっていうか、神々しくない。あ、これはもう今回は神々しいですよね。なんかもう、神々しいゴールドでございます。まあ、このようなね、いろんなね、空張りのリークであったり、画像のリークであったり、まあ、コンセプトと言われる、まあ、予想みたいなね、画像リークもありますので、ちょっと面白いものを発見したら、また皆さんにね、ご紹介していきたいと思います。iPhone 14シリーズは新型 5G 搭載でバッテリー持ちアップという内容なんですけども、これは海外メディアのカルトオブマックが報じた内容なんですけども、iPhone 14がね、今年の9月に発売が予測されている状況なんですけども、iPhone 13でもね、すでにめちゃめちゃ早い接続ね、5G の接続を提供していて、2022年の新しいモデムについてはね、iOS との相性なんかもあるんですけども、すごくメリットの高いものになるだろうと言われております。で、2020年の iPhone 12は 5G を搭載しました。ね、5G を搭載した最初の iPhone でございました。で、これはクアルコムのスナップドラゴン X55 が搭載されたモデルになりました。そして、2021年 iPhone 13 Pro、まあ、iPhone 13シリーズでは X60 が搭載されました。そして今年、2022年の iPhone 14。iPhone 14 では X65、まあ、スナップドラゴン X65 を搭載する予定だとしております。もちろん iPhone 12の X55 でもね、時代遅れではなくて十分にね、
高い性能を発揮する 5G モデムだったんですけども、その次のモデル X60 でもね、 6GHz 未満ではありますけど、ミリ波のネットワークからの信号の組み合わせなんかで、まあ、より良い接続、まあ日本じゃミリ波はね使えませんけども、まあより良い接続環境を提案している、まあアップグレードされたモデルだとして、さらにより少ない電力を使用していたということです。そして皆さんもご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、サムスンのギャラクシー S22 ですでにスナップドラゴン X65 の 5G モデルが搭載されております。でそれは 5G の信号があれ弱いかなってした時に、より高いパフォーマンスで 5G に接続できたりと、まあメリットは多くあって、非常に、ね、低い信号値でもそのクアルコムの前世代の X60 モデルよりも、まあ、よりね高い 5G との接続環境を構築するということになっております。でそれらを踏まえても X65 の機能強化の影響で 7.5GBPS の現在のピークから毎秒 10GB 秒の接続が可能になる予測で、バッテリーの消耗も抑えられる、バッテリー持ちは上がっていくということになっておりますので、 iPhone 14シリーズに搭載されるスナップドラゴン X65 の 5G モデル、皆さんが期待している以上のものになりそうだとしています。またそれとは別に、アップルは独自の 5G モデルを開発しているという噂もあるので、今回はねスナップドラゴン X65 を、ね、搭載見込み、 iPhone 14シリーズは搭載見込みなんですけども、来年再来年もしかするとアップルオリジナルの 5G モデルの搭載も近いのかもしれません。 iPhone からイヤーポッドと充電器廃止された結果ということで、 iPhone 12からイヤーポッド、そして電源コネクタがアダプタが廃止されましたね。あの箱も割と、まあ、今回これね iPhone SE 第3世代なんですけど、これにもねもちろんイヤーポッズも入ってないし、電源アダプターもございませんでした。 iPhone 13もそして iPhone 12も同じでした。その分ね箱のサイズがこんな感じでこう小さくなってはいるんですよ、エコ、ね、節約になっているわけなんですよね。そこでその、電源アダプターとイヤーポッズを廃止してからさ、何が得られたのかというところなんですよね。これをね、デイリーメールのレポートによりますと、推定ですよ。推定65億ドルを節約できたとしております。はい。65億ドル、日本円で7926億と、もうよくわかんない数字になっておりますけれども、そのぐらい節約できたとなっております。で、充電器とイヤポッド、それぞれまあ2000円ぐらいかね。2000円ぐらいで販売されておりまして、どちらも製造コストが安いことを考えると、その各 iPhone、1台ずつの iPhone、約ね35ドルぐらい、まあ、節約になっているという結果が見込まれています。まあ、今後ももちろんね、電源アダプターが廃止されたということは、どんどん新しい iPhone を買っていく段階で、電源アダプターとイヤホンっていうのはもう別売りですよっていうのがね、当たり前になってくると。まあ今現時点でも当たり前だと思うんですよね。iPhone を購入しようと考えている方が、新しく iPhone 12を買った瞬間に、イヤホンと電源アダプターついてませんので、別で買う必要があるんです。僕みたいなね、その Apple 信者、ヘビーユーザーの iPhone 信者は、もう AC アダプターなんでいくつも持ってるし、AirPods Pro もそうですし、EarPods も持ってます。もう売ったが、EarPods は売ったけど、AirPods Pro も持ってるので、まあ、選択肢としては、まあ、既存の、iPhone ユーザーもあるんですけども、新しく iPhone に参入してきた人たち、iPhone ユーザー、新規の iPhone ユーザーは、電源アダプターと、イヤホンはもう買わなきゃなんないです。まあ、イヤホンはいらないけども、電源アダプターはもう絶対に買わないといけないということになってきます。これおもちゃにもちょっとね、似てて、おもちゃって買った時に、その電池がついているものとついてないものってあるじゃないですか。で、電池は別売りみたいな。そんな感じで今後も iPhone はすべて電源アダプター、そしてイヤホンはもうセットではないですよっていうのを明確にしていると。で、それのおかげで1台約35ドルぐらい節約になって、合計で現時点では65億ドルも節約になって、その65億ドル何に使っているか。さあもちろん iPhone の開発とか Apple カーとかね、タイターンですよ。アップルカーなんかのね、あの自動運転技術を搭載した車とか、そういう方に、まあ、予算を、まあ、かけられている、まあ、最新のテクノロジー、最新の、まあ、新規開発部分にも予算を当てているのかなと思っているので、まあ、今回ね、アダプターとイヤポッドがなくなったことで、アップルは35億ドル節約になっているという結果が出ておりました。はい、ということで今回も新しい iPhone の最新のリーク情報予測、まあ、ニュースなんかをご紹介させていただきました。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。
はい、ではまた次回の動画で。